飛行型の怪物が接近している。戦闘用意。空を飛べる怪物だってよ。鳥みたいなやつに違いない。対空ミサイルで怪物を撃破する。コンバットフレームは対空ミサイルに接近する敵を撃破せよ。来たぞ。数が多いぞ。そんな大軍だとは聞いてないぞ。対空ミサイルとコンバットフレームの援護がある。歩兵部隊ひるむな。これからあなたのサポートを担当します。よろしくお願いします。飛行型の群れを確認。警戒してください。こいつらも地球上で増殖する可能性がある。すべて殲滅しろ。対空ミサイルは近距離では役に立たない。歩兵部隊、対空ミサイルに近づく敵を倒せ。体を調査した結果、弱点が判明しました。エイリアンはある種の汚染物質に極端な反応を示すようです。何？それはつまり大気汚染に弱いということです。北京ではこのことが決定的に作用したと考えられます。エイリアンは大気汚染に直面したことがないというのか？残りわずか。作戦成功は目前です。飛行型、もう一度います。注意してください。赤いやつがいるぞ。注意。やべえぞ、赤いのは絶対に強い。赤い怪物のデータが必要です。赤い怪物を攻撃してください。歩兵は対空ミサイルを守れ。飛行型の変異種と思われます。見た目ほど大きな変化はないようです。敵はあとわずかです。今度こそ作戦成功は目前です。
見てください、巨大な飛行型がいます。なんだあれは。おそらく飛行型の女王です。飛行型が繁殖したのはあの怪物のせいでしょう。飛行型を生み出す元凶というわけか。以後巨大な飛行型をクイーンと呼称します。クイーンを攻撃し撃破してください。大型の怪物は飛行型の女王だ、駆除しろ。
飛行型の怪物が接近している。戦闘用意。空を飛べる怪物だってよ。鳥みたいなやつに違いない。対空ミサイルで怪物を撃破する。コンバットフレームは対空ミサイルに接近する敵を撃破せよ。来たぞ。数が多いぞ。そんな大軍だとは聞いてないぞ。対空ミサイルとコンバットフレームの援護がある。歩兵部隊ひるむな。空が怪物だらけだ。弾が当たらないぞ。ちょっと射撃の練習をしておけば済ませて。針を打ってくるぞ怪物よ。これからあなたのサポートを担当します。よろしくお願いします。飛行型の群れを確認。警戒してください。こいつらも地球上で増殖する可能性がある。全て殲滅しろ。敵を倒すのは俺だ。対空ミサイルは近距離では役に立たない。歩兵部隊、対空ミサイルに近づく敵を倒せ。調査した結果、弱点が判明しました。エイリアンはある種の汚染物質に極端な反応を示すようです。何？それはつまり大気汚染に弱いということです。北京ではこのことが決定的に作用したと考えられます。エイリアンは大気汚染に直面したことがないというのか。敵数残りわずか。作戦成功は目前です。飛行型もう一度います。注意してください。赤いやつがいるぞ。やべえぞ。赤いのは絶対に強い。赤い怪物のデータが必要です。赤い怪物を攻撃してください。歩兵は対空ミサイルを守れ。飛行型の変異種と思われます。見た目ほど大きな変化はないようです。敵はあとわずかです。今度こそ作戦成功は目前です。また飛行型です。残っているぞ。敵と離れていても油断するな。実戦が開始しました。見てください、巨大な飛行型がいます。なんだあれは。おそらく飛行型の女王です。飛行型が繁殖したのはあの怪物のせいでしょう。飛行型を生み出す元凶というわけか。以後巨大な飛行型をクイーンと呼称します。クイーンを攻撃し撃破してください。大型の怪物は飛行型の女王だ。駆除しろ。
飛行型の怪物が接近している。戦闘用意。空を飛べる怪物だってよ。鳥みたいなやつに違いない。対空ミサイルで怪物を撃破する。コンバットフレームは対空ミサイルに接近する敵を撃破せよ。来たぞ。数が多いぞ。こんな大軍だとは聞いてないぞ。対空ミサイルとコンバットフレームの援護がある。歩兵部隊、ひるむな。空が怪物だらけだ。ちょっと当たらないぞ。撃って射撃の練習をしておけばよかったぜ。これからあなたのサポートを担当します。よろしくお願いします。飛行型の群れを確認。警戒してください。俺はギャンブルの天才だって。こいつらも地球上で増殖する可能性がある。すべて殲滅しろ。対空ミサイルは近距離では役に立たない。歩兵部隊、対空ミサイルに近づく敵を倒せ。敵の射程内に入るぞ。調査した結果、弱点が判明しました。エイリアンはある種の汚染物質に極端な反応を示すようです。何？それはつまり大気汚染に弱いということです。北京ではこのことが決定的に作用したと考えられます。エイリアンは大気汚染に直面したことがないというのか。敵数残りわずか。作戦成功は目前です。飛行型もう一度言います。注意してください。赤いやつがいるぞ。やべえぞ。赤いのは絶対に強い。赤い怪物のデータが必要です。赤い怪物を攻撃してください。歩兵は対空ミサイルを守れ。赤い怪物は飛行型の変異種と思われます。見た目ほど大きな変化はないようです。敵はあとわずかです。今度こそ作戦成功は目前です。また飛行型です。状況を発見しました。見てください、巨大な飛行型がいます。なんだあれは。おそらく飛行型の女王です。飛行型が繁殖したのはあの怪物のせいでしょう。飛行型を生み出す元凶というわけか。以後巨大な飛行型をクイーンと呼称します。クイーンを攻撃し撃破してください。大型の怪物は飛行型の女王だ。駆除しろ。
型の怪物が接近している。戦闘用意。空を飛べる怪物だってよ。鳥みたいなやつに違いない。対空ミサイルで怪物を撃破する。コンバットフレームは対空ミサイルに接近する敵を撃破せよ。来たぞ。まずが多いぞ。こんな大軍だとは聞いてないぞ。対空ミサイルとコンバットフレームの援護がある。歩兵部隊、ひるむな。これからあなたのサポートを担当します。よろしくお願いします。飛行型の群れを確認。警戒してください。こいつらも地球上で増殖する可能性がある。すべて殲滅しろ。対空ミサイルは近距離では役に立たない。歩兵部隊、対空ミサイルに近づく敵を倒せ。エイリアンはある種の汚染物質に極端な反応を示すようです。何？それはつまり大気汚染に弱いということです。北京ではこのことが決定的に作用したと考えられます。エイリアンは大気汚染に直面したことがないというのか？敵数残りわずか。作戦成功は目前です。飛行型、もう一度います。注意してください。赤いやつがいるぞ。やべえぞ、赤いのは絶対に強い。赤い怪物のデータが必要です。赤い怪物を攻撃してください。
は飛行型の変異種と思われます。見た目ほど大きな変化はないようです。敵はあとわずかです。今度こそ作戦成功は目前です。巨大な飛行型がいます。本気出せよ。なんだあれは。おそらく飛行型の女王です。飛行型が繁殖したのはあの怪物のせいでしょう。飛行型を生み出す元凶というわけか。以後巨大な飛行型をクイーンと呼称します。クイーンを攻撃し撃破してください。大型の怪物は飛行型の女王だ。駆除しろ。
尾型の怪物が接近している。戦闘用意。空を飛べる怪物だってよ。鳥みたいなやつに違いない。対空ミサイルで怪物を撃破する。コンバットフレームは対空ミサイルに接近する敵を撃破せよ。来たぞ。数が多いぞ。こんな大軍だとは聞いてないぞ。対空ミサイルとコンバットフレームの援護がある。歩兵部隊ひるむな。空が怪物だらけだ。弾が当たらないぞ。もっと射撃の練習をしておけばよかったぜ。針を打ってくるぞ。回避しろ。これからあなたのサポートを担当します。よろしくお願いします。飛行型の群れを確認。警戒してください。こいつらも地球上で増殖する可能性がある。すべて殲滅しろ。最前線はこれが最後だな。対空ミサイルは近距離では役に立たない。歩兵部隊、対空ミサイルに近づく敵を倒せ。早く補正しましょう。北京ではこのことが決定的に作用したと考えられます。エイリアンは大気汚染に直面したことがないというのか。敵数残りわずか。作戦成功は目前です。飛行型もう一度います。注意してください。この星じゃ移民の受け入れはしてない。赤いやつがいるぞ。やべえぞ。赤いのは絶対に強い。それを知らず。赤い怪物のデータが必要です。赤い怪物を攻撃してください。が接近している。戦闘用意。空を飛べる怪物だってよ。鳥みたいなやつに違いない。対空ミサイルで怪物を撃破する。コンバットフレームは対空ミサイルに接近する敵を撃破せよ。来たぞ。数が多いぞ。
こんな大軍だとは聞いてないぞ。対空ミサイルとコンバットフレームの援護がある歩兵部隊ヒルムラ。よろしくお願いします。全滅を確認しろ。群れを確認、警戒してください。こいつらも地球上で増殖する可能性がある。全て殲滅しろ。対空ミサイルは近距離では役に立たない。歩兵部隊、対空ミサイルに近づく敵を倒せ。調査した結果、弱点が判明しました。エイリアンはある種の汚染物質に極端な反応を示すようです。何？それはつまり大気汚染に弱いということです。北京ではこのことが決定的に作用したと考えられます。エイリアンは大気汚染に直面したことがないというのか。敵数残りわずか、作戦成功は目前です。飛行型もう一度います。注意してください。赤いやつがいるぞ。やべえぞ、赤いのは絶対に強い。赤い怪物のデータが必要です。赤い怪物を攻撃してください。歩兵は対空ミサイルを守れ。怪物は飛行型の変異種と思われます。見た目ほど大きな変化はないようです。敵はあとわずかです。今度こそ作戦成功は目前です。また飛行型です。見てください、巨大な飛行型がいます。何
んだあれは。おそらく飛行型の女王です。飛行型が繁殖したのはあの怪物のせいでしょう。飛行型を生み出す元凶というわけか。以後巨大な飛行型をクイーンと呼称します。クイーンを攻撃し撃破してください。大型の怪物は飛行型の女王だ。駆除しろ。Yeah.